はい、MISTAMさん、本日の収益の報告どうもお疲れ様でございました。私の感覚なんですけども、この自己アフィリエイトとかポイントサイトの確定率っていうのがね、大体、よくて 30%、大体 15% から 20% ぐらいかなってとこですね。ですんで、100万円の未確定報酬が上がったとすると、大体いい時で30万円が確定して着金。で、あんまり良くない時っていうのは15万から20万の間が確定して着金なのかなっていう感じですよね。この中には、すぐには反映されなくても4ヶ月後とか5ヶ月後に確定するものもあるんで、何とも言えないんですけど、私がね、アフィリエイトをずっと5年6年やってきて感じたのは、通常のアフィリエイトもそうなんですよ。自己アフィリエイトもそうなんですけども、まず売り上げがドーンと500万ぐらい上がるんですけども、そのうち確定したり確定しなかったり理由はいちいち分かんないんですよ、はっきり言って。自己アフィリエイトならまだなんとなく算段がつくんですけども、アフィリエイトになってくると、例えばね、申し込みの人がクリックして、申し込んだんだけどお金を払わなかったとかキャンセルしたってことによって、こちらの報酬がねなくなったりもしますんで、最長でね6ヶ月待ったのがあったかなっていうところですよね。いろんな商品扱ってるとね、やっぱり未確定報酬で売り上げとか見込みポイントが40ポイントと40万ポイントとか上がるんですけども、じゃあそれが40万なんのかなとかね、未確定報酬が400万だなと思っても、大体ね話なんか5分の1ぐらいで考えておくとまあいいかなと、だから500万売り上げが上がった時で100万とかかなとかね、あんな感じだったと思うんですよ。でも結局ね500万上がると200万ぐらい上がるんですけども、でこれはねやっぱりこうアフィリエイトずっとやっていって、自己アフィリエイトもそうですけどポイントサイトもそうですけども、大体ねこう件数とかが多くなってくると、その ASP の方も結構確定してくれるんですよね。そういう意味で言うと、駆け出しの人には結構ね渋いのかなと思いますね。渋いっていうのは要するにせこいっていうか、ちょっとケチというかねそういうところがありますね。ベテランになってくると確定率がね極端に上がるんですよ。ですんで、なんか確定率が 40% とか 50% とかね、中には確定率 100% みたいな案件もどんどん出してくれたりとかで、自己アフィリエイトもそうなんですけども、アフィリエイトとかねポイントサイトも紹介を出していくと結構信頼もついてきて、でたまに聞き取りが来るんですよ。どうやってこれだけの案件取れてるんですって。でビジネスモデルをこうやって、お伝えしていくとか、電話で説明したりとか資料を送ったりすると、今度はねシークレット案件をくれるんですよ信頼してくれると。で担当者がついてみたいな流れになりますんで、このね自己アフィリエイトをはじめアフィリエイトポイントサイトっていうのはこう一生懸命ね案件探してるうちはまだまだ、今度は向こうから案件が来だすんですよ。そうなってくると月収100万超えますね。そんな感じで考えていくといいんではないかなと思いますよね。それから結構今日やることが、トップバズがあって YouTube があってメルカリがあって、古物商の取り方、古物商はね警察に行くと取り方を教えてくれるんで、直接行った方がいいですね。で2万円ぐらいで取れますんで、本当にね行って書いて出して終わりって感じです。言う通りに書けばいいんで、取り方非常に簡単ですでブログテーマなんですけども、そうですね、何もできず、今日は何もできなかったってことを書けばいいんじゃないですかねあんまり気合い入れるとちょっとねできなかった、一点突破が良かったかな、ちゃんちゃんみたいな感じで。そうですね、なかなかこれはねやっぱりね最初に広げすぎると難しいんで、1個を攻略するっていうのがやっぱりおすすめですかね。多分これみんな言うと思うんですけどね、でも大体バーッといっぱいやっちゃうんですよね何でもチャンスに見えてきちゃうんですよね。ということで、今日はフォーカスすることっていうねまとめ方にさせていただきます。お疲れ様でした。